どこにあるの？近くにあるからすぐわかる。え？シェリーは無事？今はな。え？もし指一本でも触れたら。いや多分指一本ぐらいは多分もう触れてるんだって。バカなガキだ。あれを落とさなければ。ああ。見逃してやったのに。なるほど。クレアが拾ったあれか、あの金色のなんか。心配するな。もうじき全て終わる。うんうん。どこかから出られるはず。はい、出よ。待って、ちょっと待って、この目線は、この目線は新しい。いやいやいや、うん、そうね、はい。なんでこれは怖いな、怖いな、可愛くな、へえ、なんか子供部屋やん。嘘やん、嘘やん、この目線あるなんて思わなかった私。待って待って、はい、あ、なんかある。ちー、なにこれ、ブロック、あー、ブロック、はい、待って、って回転すんの、にゃ、あー、あ、なるほど、はい、待って、それ以外の回転、あー、ばば、持ち上げないと回転しないのか、待って待って、こうかな、こうかな、違うね、こうじゃないね、これも違うね、こうかな、こうかな、違うね、わかんないよ、待って待って、星だな。じゃあこうかな、こうかな、はい、はいはいはい、違うな、違いますね。いや、そもそもこの順番である可能性が、違う可能性がございます。星と三角があるのはこっちだな、これだな、はい、うん、星と、こっちか、あらの、こっちかな、あー違う、あー違う、じゃあこっちか、うわ違う、違いますね、待って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 、こう、やあやあ、うわ私こういうの苦手かもしれん、にゃあ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 お星様やろ、とりあえずお星様やろ、三角とお星様なのは分かってんよ、これ右がな、これも四角と丸ないよな、これ以外にあるか、他の四角と丸のやつ、四角と、こっちも四角と丸やな、ここの可能性、これの可能性、はい、三角と四角、こっちどうや、はい、やったでかくなっちゃった、ごめんね、声おつけな声出しちゃった、ごめん、ハサミ、はいはい、使おう、あ、すっごい、よう頑張ってんな、え、待って、円、ここは何なの、わからない、そうマジで、ああやなかった、なるほど、さっき監視してたとこか、私のこと、私大丈夫、来ない、平気、プチパチありがとう、ああ怖い、ほんまに大丈夫ねえ、なんか、うわ、何こっち行けへんの
はい、サリーの日記。1月4日水曜日は嬉しい日。あ、ん、うん、待って、この子サリーなの？わかんない。あやつがアイスクリームだからです。前にいた、個人は嫌いでした。先生は怒りんぼだし、勉強の時間があったし、アイスクリームはなかったからです。アイスクリーム大好きだな。うん、この個人は大好き、どういうこと？個人には大事な決まりがあります。日記を書くこと、毎日健康診断を受けること、勝手に外に出ないことです。学校に行かなくていいのは嬉しいと思います。自分が着ている服の前の持ち主と一緒に授業を受けるのはとても惨めです。ん？そうなのか。今日は理事長先生が来るので、一番好きな青い銀河のチェックの服を着ました。理事長先生は背が高いです。理事長先生はおひげが生えています。理事長先生はおまわりさんです。背が高くてひげが生えていておまわりさんだと。なるほどな。うん、あ、前にいた個人は先生怒ってたし、勉強の時間あったし、アイスクリームはなかったけど、今はあるから嬉しいな。10日。なるほどな。で、この今の個人は背が高く、おひげが生えてて、おまわりさんだということね。分かった。なんか床すっごい凝ってる。ケンケンパとかできそう。なんかホールドしてる。あ、引っ張るのね。はい。あ、よっこらしょ。大丈夫。君なら乗れる。そうそう、頑張ろう。よいしょ。いけたね。いけるね。やればできる。よいしょ。あー、かわいい。女の子かわいい。あー、かわいいけど気をつけてな。なんかホラー、ここまで来るとさ、ホラーゲームみたいな要素がすごく強いよ。なんか音するんやけど、うん、音するんやけど、待って。走って大丈夫かなみたいな気持ちになるけどね。ねえ、さっきのおじさん来ない？大丈夫？はい、しゃがも。ああ、うわあ、待って待って、あ、こっちなんか外出ちゃう気がする。一回行こう。こっちね、こっちかしら。こっちかもしれないわ。あかんやん。これね、こういうことよ。そう、最初に目の前にある扉はとりあえず調べておくべきなんよ。調べておくべきなんよ。じゃなかったから、トク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 テクテクテク。あのドアから出られそう。あのドアから、俺から、ここかな。ファーファー。鍵がいる。鍵がいるね。トムの日記。2月5日、手紙を出して2ヶ月になるのに、オリバーから返事が来ない。養子にもらわれていったやつらみんなそうだ。金持ちの家で王様みたいに暮らしてると孤児院のことなんか忘れちまうんだろう。オリバーだけは違う。俺たちの永遠の相棒だ。あ、俺たち永遠の相棒だ。なんて思ってた。バカみたいだ。2月8日、アンが年下どもを集めて話をしてた。養子として孤児院を出てったやつらは本当は恐怖のブギーマンの餌にされる。ブギーマンされてる。だから電柱と連絡が取れなくなるんだ。だと、あいつには三流小説家の才能がある。よく考えたやつだな、みたいなことかな。アンの話じゃないが、この個人はちょっと変だ。確かに他の養育施設に比べたら恵まれてる。地元のでかい製薬会社が寄付をつぎ込んでるからだ。でも電話や外出が禁止されてるのはなぜだ。ドクターの数が多すぎやしないか。毎日のあの注射の意味は。これじゃあ俺たち、まるで俺に養子の話が来た。信じられない。俺はもう大きいし人気があるタイプじゃない。でもまあ少しくらい嬉しいかもしれない。嘘だ、本当は泣きそうなくらい嬉しい。出発は20日だ。俺はいい息子になる。お父さんとお母さんが自慢できるような息子に。真夜中、オリバーが帰ってきた。狂ったみたいに助けてって泣きわめいていた。俺は最初そいつが友達だって分からなかった。だって顔が、
あんな風に溶けて剥がれて、今先生とドクターたちが看病してる。大丈夫、ただの皮膚病だ。あっという間に治る。そしたらまた二人で冒険に行こう。何このストーリー、何このストーリー、切ないじゃん。うわー、でももらわれてったんでしょ、きっと。自分もそうなっていくってことでしょ。うわー、しんど、ね、しんどいっていう言葉よく使っちゃうけど、しんどいよね、普通に考えると。何何、怖い怖い。あ、すごく絶対いるやん、近くに。いや、あの人。見つかったりしない？大丈夫？ね、大丈夫？ねえねえ、今の影に見つかったら実は捕まってましたとか、そんなことない？ちょっとこれは怖いだろう。怖いとしか言いようがないぞ。あー、待って、セーブできる。あ、名前がないの日記。これを読んだ人、警察に電話して、ペギーマンが来た、みんな食べられ、ペギーマンは黒い、たくさんです。助けて、もうすぐこっちに。助けて、お母さん。あ、ええ、えってなってるんだけど。なになになに、え、待って、ここでセーブしたくないんだけど。なんかちょっと言ってることおかしいかもしれない。おかしいと思われるかもしれないね。でもしちゃった。やめときわからんくなってきた。どうしよう、ここでやめるのもありか。いや待って、これ4分ないよまだ。いや、ちょっと待って、ちょっとだけ進んで今日は途中でやめるっていうのもワンチャンなくはない。そんなことは多分しないんだけど。はい、怖いですね。誰だみたいなこと言われないかなっていう心配がとてもあるよね。あ、ムービーに入った。あ、どこへ行く気だ。外です。おとなしくしてろと言っただろ。ああ、引き分けの悪い子だ。こっちに来ないで、お願い。ああ、しつけってものを教えてやる。え、溶けるやつ顔が。ふざけやがって。ああ、ただで済むと思うな。ああ、クソガキが。どうしよう、ざまって思ってる自分がいる。待て、逃げよう。後悔させてやる。逃げよう。来ないで。こっちでいいの？助けて、誰かお願い。誰かお願い。その先は行き止まりだ、小娘。隠れなきゃ。どうしようどうしよう。待って待って、どうしよう。どうしよう、待って、うわ、鍵閉められた。かくれんぼは終わりだ。鍵を閉めたぞ。見つけるのは分かってる。ああ、
いやん。これひどいな。うわあ、こういうゲームなんだこれ。ちゃんと把握して。なるほど、懐中電灯に照らされると見つかってしまうと。了解です。違う、こっちじゃないよ、こっちじゃない。かくれんぼは終わりだ。鍵を閉めたぞ。うわ、見つかっちゃうよ。どこにいる？とっとと出てこい。いるのは分かってるぞ。早く出てきた方がいいぞ。お仕置きが増えるだけだ。どこどこいる？平気？そうだよ。神様、お願い。どこに行きやがったあのチビ。ちくしょう。どこ？怖いよ。見つけた。怖すぎるやん。これに敵の強さが関係あるん？照準操作がアシストされます。どういうこと？そうじゃないよね、このこれちょっと違うよね。ゲームのパターン違うよね。うん、今のところでシェリーはかがむをできる物陰を有効活用しろ。はい、ここ、待って、これ以上いけんのもしかして。やだ、もうやだ、ほんまにこれで死ぬ回数増えてしまう。ねえ、やだよねこれね。かくれんぼは終わりだ。本当に鍵を閉めたぞ。見つけられたくない、うん、どこにいる？とっとと出てこい。いるのは分かってるぞ。いないよバーカ。早く出てきた方がいいぞ。お仕置きが増えるだけだ。いないよバーカ。そう、閉められたんだった。どうしよう、これもう積んだんじゃねえの。神様、お願い。どこに行きやがったあのチビ。どうしよう。ねえ、どうする？見つけた。嘘でしょ。ねえ、ちょっと待ってくれよ。超ねえ、これ死ぬ回数だけがただただ増えてくんやけど、これ。新たな道が広がっ、動きに注意しろ。なんかガーンってやった時に何か物を吹っ飛ばしてくれてる可能性があるとか、そういうこと？うん、とりあえずここにいよう。やだよ、本当に私こういうの怖いの嫌い。こういうの怖いの好きな人どんだけいるか知らんけど、私は嫌い。かくれんぼは終わりだ、うん、鍵を閉めたぞ。あ、もういいです、勝手にやって。
こっちに来なければいいから勝手にやって。どこにいる？とっとと出てこい。いるのは分かってるぞ。いねえよ。早く出てきた方がいいぞ。いやだよ。お仕置きが増えるだけだ。嘘つけ。いつ出たってお仕置きするくせに適当なこと言ってんじゃねえよ。あ、そこで開けたのね。なんか開けたのね。そういうことか。このこれな。どこに行きやがったあのチビ。ちくしょう。やだ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 。終わった。終わったかもしれん。ねえ、これ終わったよね、きっと。うん、こっち来るでしょ、どうせ。いや、やめて、お願い。バカー！これが最後のゲームオーバーだ。手放す瞬間を見逃すな。なるほどね、手放す瞬間があるのか。うーっとか言ってる時になんか落とすんか。さっき行った場所が間違ったかもしれん。まだ鍵は持ってそうだね。チャリダリ言ってるから。神様、お願い。どこに行きやがったあのチビ。今のタイミングで鍵を落としたということかな。どうしよう。なってるさ、瞬間に多分鍵を落とすんだと思うよ。うん、ポテトをガチャガチャって開けてくれると。ドアか分からんけど、なんかね。神様、お願い。どこに行きやがったあのチビ。ちくしょう。わわわわ。山田鍵持ってる。これが最後のチャンスだぞ。出てこい。やだ。今すぐ。くそ、顔が焼ける。焼けちまえ。あ、待って待って待って。